はい、皆さんこんばんは、足草です。今日はですね、ちょっとスペシャルな一足をね、紹介します。ボックスは禁断です。そして見えるかな、見えねえかな。それでは開封していきたいと思います。はい、見ますかね。イエス 9.5、27.5 センチですね。それでは開封していきましょう。またまた冗談です。裏はこんな感じです。開けます。私もテンションマックスです。こちらのいつものカード。いつもの診断ですね。今日ご紹介する一足はですね、ため息出ます。めっちゃ嬉しいな。全部はい、まあ今かかってる音楽も一緒なんですけど、スパイダーマンです。いや、欲しかったな。レザーの質感やばいっすね。もうこのレザーの質感がやばいっす。あ、今勝手にあげて今勝手にあげて今 YouTube 撮ってらっしゃっちに岡何っていうか、私が渡されるのに何で勝手にあげんの最高の一足です。何さ、入って渡してからあげていいわ。で、私のやつは、あ、私のやつは何、え、持ってこなかったっすね。こういうしかなかったっすね。何で勝手にあげるの。いや、すごくいい一足です。ていうか、もう一足来てないの。来てないしてない。いや、これね、27.5 センチって書いてたんだけど、あ、他変えたんですけど、いや、めっちゃいいですね。このナイキのロゴね、これものすごくいいです。あの、これ特別なんもなかったんですけどね、なんか仕事終わってめっちゃ書いたらありました。うん。これ、これ27.5って何がなるんだろう。俺頼んでねえしな。うん、まあまあ、気を取り直して。シューレースはね、こういう赤いシューレースと、あと、純正の黒いシューレースをしてますね。で、インソールはこんな感じでーす。いや、めっちゃかっこいい。あ、はぁ、このシューレースのね、先っちょこう赤いのついてますね。どうですか、この赤いの見えますかね。赤いのついてます。まさかあの他走ってくるとも願ったんでね。いや、うつ書いたら、あの、寸断の箱ね、27.5 って書いて、置いてたんでね、てっきり、あれ、俺何か頼んだのかな、と思って、わけもわからず、とりあえず、開封してみたんですけど、まさかスパイダーマン入ってるとは思わなかった。
イグった感じですね。イグった。まあ反対も上げてみます。はい。こんな感じですね。いやいいね。めっちゃいいっす。のインソールもこんな感じで綺麗だな。あいい匂いする。スパイダーマンの匂いですね、うん、いやかっこいいわこれ。このナイキのロゴいいじゃないですか、ね、水色に赤、水色に赤のナイキです。このレザーの質感がね、なんとも言えないですよね。すごいわ。サラのスニーカー。あ、いい匂いですね。サラのスニーカーはいい匂いです。あ、めっちゃいい匂いですね。で、こういうレザーもね、間違いなく絶品ですね。最高ですよこれ、ね、なんかこうまあ丘走ってきて、なんだべ自分で渡そうと思ったのかな、うん、まあめっちゃ嬉しいですけどね、うん、いやーいいな。いやでも 27.5 だしまあ俺のマイサイバー 7.5 でも8でもいけるんで、あーいい匂い最高。いやでもスパイダーマンマジかっこいいっすね。ね、今かかってる歌も DJ オズマのねスパイダーマンという歌かけてます。いやーすごいわ、これ確か2018年の映画の公開に合わせて作ったりするんですよね。スパイダーマンの映画の公開に合わせて、でボックスがね普通の冗談のボックスだったんで、なんかちょっと特別仕様のボックスなのかなと思ったら、ナイキさんねちょっとスパイダーマンなんで、もっとこうスパイダーマンっぽいのあんのかなみたいな、そうじゃなかったっす。マジかっけえわ、なんとも言えないな。どうすかスパイダーマン欲しくなんないっすか、うん、しかも頼んでないやべへんかいな、うん、まあ他多分あれだべしな、わさ頑張れってことで買ったんだべしな。わ、この前あの僕は一人で宝くじ見に行っちゃうんだよな、もしかして当たったの黙っちゃうのかな、もしかしてそういうもあるな、当たったの黙っちゃうのかな、なんか当たってたのかな、いやわかんないけど、うん、いやいいっすね、綺麗だな、このアウトソールもめっちゃ綺麗だ。いやいいなあ、マジいいわスパイダーマン、すごい、このクリアソールいいじゃないですか、ジョーダーマンのね、クリアソールいいわ、スパイダーマンですね。いやー本当に嬉しいな。あ、昨日嬉しいと言えばね、昨日あのパンケさんがね
あのそのアディクトティーのねカーキエまだ新品あるからあの譲ってもいいよってことで譲ってもらうことにしました、ね、いや嬉しいな。でもまあスパイダーマンも嬉しいですけど柿の T シャツも嬉しいですね。いいことずくめですよ。見てくださいよスパイダーマンですよ。マジであのテンション上がりますよ。すごい。いやすごいな。めっちゃいいな。このレーザーの質感が何とも言えないですね。こう柔らかいレーザーの質感がすごいですね。これでウィングマークは片押しですね。まああのいつもの定番の片押し。あとはこれポツ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 ってスパイダーマンの模様なんでしょうね。赤い部分にポツポツ入ってます。あ何回嗅いでもいい匂いですね、うん、これでお酒飲めますね。スパイダーマン見ながら2日ぐらい飲めるかな。あおかずいらない感じですもんね。こう飲みながらこれをお酒だとすればあこれでいけますもんね。魚いらないし。いやマジかっけえよ。で困ったことが一つあってスニーカーの並びどうしようっていう問題が、うん、あります。これねスニーカー並び問題、うん、この後ろのねどこにどうしようかと悩みますね、うん、どうしましょう。悩む。困った。やっぱりスパイダーマンもね名作なんでね私の中では結構いいクラスに入ります。皆さんはどういうエージェンマスクか分かんないですけど青系好きな人もいれば水色系好きな人もいるし、ね、黒とかね黄色とか好きな人もいると思うんですよ。あとオレンジ黒とかね青白白水色、ね、私が一番好きなのは白グレーですね。白グレーが一番好きです、ね。まあ一番最初に買ったっていうのもあるんですけど、白とクレーのジョーダマが一番大好きですね。ただみんながね騒ぐのがこのシカゴカラーなんでね、シカゴカラーは抑えておこうかなと思って考えてはいたんですけど、まさか嫁が買ってるとは思いませんでした。あやっぱりいい匂いだ。やっぱりいいですね。いやマジで嫁に感謝したいと思います。スパイダーズ、いや嬉しいな。スパイダーですね、エアジョーダマンスパイダーマン、ね、スパイダーマン。いやー、なんとも言えないな。嬉しいっす、ね、うわーこういう感じなんだべね、本物見るまでわかんないっすもんね。どんな感じかって嬉しいっすね、うん、
最高の一足手に入れました。皆さんありがとうございます。いやマジでこれテンション高くてパンパンっすよ。すごい。それでは皆さんありがとうございます。さよなら、さよなら、さよなら。